こんにちは。野球ファンの皆さん、今日は少し特別な視点からメジャーリーガーとして不動の人気を誇る大谷翔平選手とその妻麻美子さんにスポットを当てた話題をお届けします。野球だけでなく、その裏にある夫婦の絆彼女の存在がどれほど。大谷翔平選手のパフォーマンスや私生活に影響を与えているのか、まみこさんの登場がドジャースファンにとってどれほどの喜びと期待を生み出しているのか深く釣りしてみましょう。 まず今回のポストシーズンで大きな注目を集めたのはドジャースの奥様会のインスタグラムに登場したマミコさんの笑顔です彼女が写真に写っただけで「マミコさんがいる」「日記」と SNS 上で歓声が上がり多くのファンが歓喜しましたこの反応少し意外に思うかもしれませんがここにはファン心理の複雑な要素が絡んでいます 大谷翔平選手は世界中の野球ファンから愛されるスーパースターですがその私生活やプライベートはほとんど明かされていません彼のパーソナルな一面に触れる機会が少ないためファンは限られた情報から彼の人間性や生活背景を想像し彼をより身近に感じようとしますその中で麻美子さんの存在がファンにとって彼の生活の一部を垣間見る貴重な窓口となっているのです奥様界での麻美子さんセンターに立つ理由 マミコさんが登場したドジャース奥様会の集合写真はポストシーズン中に恒例となっているイベントで今回もその一環として撮影されました特筆すべきはマミコさんがいつもは行列の端に控えているのに対しこの日はセンター寄りに位置していたことです彼女の隣には以前から仲良しとして知られるナック投手の婚約者アニサさんが写っており二人の絆がさらに深まっていることが見受けられます このセンターに立つというのは表面的なポジションの変化に過ぎないように見えますが実は彼女が奥様界の中でも重要な存在になってきていることを象徴しています彼女がセンターにいることでファンは大谷翔平の妻としての存在感が強まったと感じますます興味を惹かれているのですこのことは大谷翔平選手を支える彼女の役割がファンやメディアからも認められ始めている証拠ともいえます大谷翔平選手がカメラマン。 二人の絆がファンに与える安心感。さらに話題となったのは、真美子さんとナック投手の婚約者、アニサさんとのツーショットを大谷翔平選手自身が撮影したシーンです。この場面は、多くのファンに微笑ましいと感じさせた瞬間でした。真美子さんがスマホを大谷翔平選手に渡し、これでいいと画面を確認しながら彼が撮影している様子は、まさに夫婦の自然なやり取りそのものです。このエピソードは、 大谷翔平選手がただのスーパースターではなく、一人の優しい夫であり、妻を大切にしている姿が垣間見える瞬間でした。ファンにとって、このようなパーソナルな一面は、大谷翔平選手をより身近に感じさせ、彼への親近感を一層深めます。また、このようなシーンは、試合のプレッシャーが高まるポストシーズンの中で、大谷翔平選手が私生活での安定を持っていることを示し、彼のプレーに対する期待感をさらに高めます。 彼が私生活でも安定しているからこそフィールドでのパフォーマンスにも集中できるのだという安心感がファンの間に広がっているのです夫婦としての成長マ美子さんの役割がますます重要にここでマ美子さんの役割について改めて考えてみましょう 結婚当初はメディアに露出することが少なかった彼女ですが、徐々にイベントや婦人会に顔を出す機会が増え、今ではドジャースファンにとっても大谷翔平選手の支えとして欠かせない存在として認識されるようになりました。例えば、地区優勝を果たした日に、マミコさんが愛犬デコピンと共に大谷翔平選手を祝福に駆けつけたシーンも大きな話題になりました。 このような瞬間がメディアで取り上げられることで、彼女が大谷翔平選手を支える家庭の一部として注目されるようになったのです。ファンは、マミコさんの存在が大谷翔平選手の精神的な支えとなっていることを理解し、彼女の露出増加を歓迎する声も多く上がっています。終わりに、大谷翔平選手を支える影の存在としてのマミコさん。 大谷翔平選手の活躍は、もちろん彼の才能と努力によるものですが、その背後には常に支えてくれる家族がいることを忘れてはいけません。マ美子さんの控えめでありながらも確かなサポートが、彼をさらに高みへと導いていることは間違いありません。彼女がポストシーズンにたびたび登場することで、ファンは彼女の存在を改めて認識し、大谷翔平選手が持つ家庭の力に注目するようになりました。 最後に、ファンの皆さんにこう呼びかけたいと思います。大谷翔平選手がグラウンドで輝く姿の裏には、彼を支えるマミコさんの笑顔があります。彼らの絆を感じながら、引き続き彼の夢を応援し続けましょう。2人の未来に、そしてこれからも続く彼の活躍に、私たちファンが全力でエールを送りましょう。